いつかアイドルの一番星になる虹の夢アイカツ始めます。小春ちゃんがイタリアへ引っ越して1週間、あれから一度も連絡を取っていない。ローラは実家に帰って頑張ってるのかな。やらなきゃ、一人でもアイカツ頑張らないと。秋フェス始まったんだ。なんじゃダメ、もっと頑張らないと。じゃあさ、ゆず先輩、一緒にアキレスに出るぞ。お、選択の余地はありませんわよ。エントリーはすでに完了してるぞ。メンバーはゆずとゆめちゃんとあこちゃん、ユニット名はゆずこしょうだぞ。ゆず胡椒？でもなんで？そんなこともわからないんですの。あこちゃん、ゆめのゆ、ゆずのず、あこのこだからゆず胡椒ですわ。ですよね、ゆず先輩。パッと思いついただけで特に意味はないぞ。ですよね、ゆず先輩。秋フェスの優勝候補はダントツでスカイガール。みんな当然スカイガールが優勝すると思ってる。だからさ、ゆずはスカイガールには絶対に負けたくないんだよね。さすがゆず先輩、そのビッグな志感服いたしましたわ。この早乙女アコ全力で協力させていただきますわ。よろしく頼むぞ。あの私も秋フェスに出場するんですか？もちろんだぞ。ちょっと待ってください、いきなり言われても。秋フェスの練習なんて全然。大丈夫、ゆずたちの出番はフェスの最後の方だから。ほい。はい。え、早くね。はい。よーし、打倒エスパー、スバルキュンラブ。
のドレスでいいかな。はい、私は何でも。いや、先輩が選んでくれたコーデで OK です。じゃあ決まりだぞ。さあ次行ってみよう。そこで踏み込んで、腹筋に力入れて、ターン。いいぞ。音楽よく聴いて。ちょっとくらい間違えても気にしない。ダンスは楽しくリズムに乗って、ラストはゆずと一緒に決めポーズいくよ。はい、決め。自主練の時よりすごいスムーズに踊れた。オッケー、二人ともすっごくいい感じだぞ。ゆず先輩のご指導がいいからですわ。あの、もう一回お願いします。どうして？だってもっと練習しないと。ダンスちゃんと踊れてたぞ。でも不安で。この曲は授業でも習ったでしょ。もう十分だと思いますけど。でもまた失敗しますわよ。あの時みたいにまた倒れてもいいんですの。これ以上の練習はオーバーワークですわ。そうだぞ。そっか、そうですね。なんで？いつもあなたにはイライラしますけど、今日のあなたはさらにイライラしますわ。まあまあ、廊下にある差し入れでももらいに行こうよ。はい。にゃん。うわー、差し入れいっぱいですわね。でしょ？ゆめちゃん、どれ食べる？いえ、私は。ゆめちゃん、飴食べる？はい。今の七倉小春ちゃんだよね。似てる。お褒めに預かり光栄ですわ。どうして？別に、小春ならこうすると思っただけですわ。あこちゃん、ほら二人とも楽屋へ行くぞ。いただきます。本当に食べないんですの？ごめん、あんまり食欲なくて。どうして？腹が立つからに決まってるでしょ。あなたいつだって食べ過ぎなくらい食べてたくせに、なんで食べないんですの？だって不安で。もしまた失敗しちゃったら。応援してくれる人も友達もいなくなっちゃうかもしれない。そうなっちゃったら私。だからフェスに出ないつもりでしたの？ゆず先輩に誘われなかったら出なかったんでしょ。一人でうじうじしているあなたを見て小春が喜ぶとでも思いますの？ああもう早く食べなさいよ。夢が食べないならその分食べちゃいますわよ。ごめんね、あこちゃん。なんか心配かけちゃって。あ、心配なんてするわけないでしょ。私には重要な目的があるのです。目的？ゆず先輩、例の情報そろそろ教えていただきたいんですけど。ああ、スバルっちのこと？大きな声で言わないでください。ごめんごめん。スバルっちの情報と引き換えに、あこちゃん今回のユニットのメンバーに入ってくれるって。え、そうだったの？そうよ、悪い。さあゆず先輩、スバルキュンのとっておきの情報教えていただきましょうか。どんなことが知りたいの？それはどんな服着て寝てるのかなとか、どんな女の子がタイプなのかなとか。あ、もしもし、今は大丈夫？はい、本人に聞きなよ。よう。なんだよ今のすげえ声は。今のは通りがかりの猫かな。なんかびっくりして逃げちゃったみたい。ほう、そういやお前、二階堂とユニット組むんだって？ S4 と組むなんていい度胸してんじゃん。別に
度胸なんて。らしくないな。え？誰が相手だろうと、どんなことだろうと、顔を真っ赤にして全力で突っ走る。それがゆでたこだろう。うん、ゆでたこじゃないって言ってるでしょ。その調子だ。らしくない。それですわ。私が夢に言いたかったことは。さすがはスバルくん。これは一心伝心。じゃあな、頑張れよ。バイバイ。頑張れよ、スバルくんが私に頑張れよ。どう？やる気出たかな？出まくりです。よかったぞ。で、ゆめちゃんにはこれ。これはキラキライン？そう。ファンのみんなからゆめちゃんへメッセージがいっぱい届いてるぞ。こんなにたくさん。しばらくチェックしてなかったでしょ。忘れちゃダメだぞ。ゆめちゃんのステージを待ってるファンがいるってこと。ゆず先輩。だいたいゆず先輩と私が一緒なのに不安だなんて腹立たしいにも程がありますわ。本当だね。このドーナツとっても美味しいぞ。はい、いただきます。三輪玉五郎の秋フェス出場者に迫れ。さ、続いてはこちらの3人よ。よろしくお願いします。歌組幹部の芦田ゆり。同じく歌組幹部、白金リリー。舞組幹部、桂美希。幹部3人娘、私たち幹部。あら、決めポーズまであるなんて気合十分ね。もちろんです。私たちはこの日のためにずっと準備をしてきました。輝く4つの星を目指し、ここに降臨したのです。日々ドレスメイクカウンターに立ちながら、さらなる上質のドレスメイクを追求し、イベントの裏方をしながら新たなステージのアイディアと構成を考え、体調不良でレッスンができない時も読書で感性を磨く努力を続けてきました。つまりステージにかける思いは負けないってことね。はい。あ、どうしたの？さっきキラキラインにコメントを書いたんです。そしたら、みんなゆめちゃんのコメント待ってたみたいだぞ。はーい、秋フェス出場者インタビューよ。お邪魔していいかしら？どうぞどうぞだぞ。さ、次のユニットはゆずこしょうよ。この3人でユニットを組もうと思ったのはどうしてなのかしら？なら楽しいステージができそうだと思ったからだぞ。他の組の方々とステージをやることはとても貴重な経験になると思いましたので。なるほどなるほど。で、虹野さんは？私は正直秋フェスに出場するつもりはありませんでした。あら、ま、どうして？ちょっと不安なことがいろいろあって、どうしたらいいのかわからなくなっちゃったんです。なぜ出場する気になったの？まだ不安はありますけど、でも一人じゃないので、こんな私を引っ張ってくれる仲間たちがいて、応援してくれる人たちがいるから、だから今の私ができるパフォーマンスを全力でやります。早乙女亜子、輝いてまいりますわ。楽しいのが一番。虹の夢、行きます。
お友達？ええ、ライバルよ。ママ、私、負けたくない相手がいるの。そのために音楽の勉強を一からやり直したい。だから、レッスンをお願いします。私はプロのピアニスト。娘だからといって手加減は一切しませんよ。はい。みんなお待ちかね、結果発表だぜ。では学園長、お願いします。秋フェス、非常に接戦だった。勝敗はわずかな差だ。では発表する。第3位はスカイガール。続いて第2位、ゆずこしょう。優勝じゃありませんの？そして秋フェス優勝チームは、カンブーズ。私たちがやりました。桂先輩、リリー、やったー。どのユニットも功をつつけがたく、ギリギリまで勝負がわからないほどの接戦だった。勝敗を決めたのは幹部というつながりから生まれたチームワークだ。幹部の仕事をこなしながら共に努力し続け、その中で生まれた信頼と友情が見事に調和し、素晴らしいステージを生み出した。幹部ズ、おめでとう。私たち幹部ズ。素晴らしかった。ありがとうございます。今回は完敗だが、次は負けない。私たちもさらに精進します。あの、ユズ様、この度は。やったね、ミッキー。ちょっと悔しいけど、ミッキーの魅力がみんなにも伝わって嬉しいぞ。ユズ様、カンブーズ、おめでとう。ありがとう、ユズ。ありがとうございます。よう。お疲れ。スバルくん、わざわざ
思ったより元気そうだな。え？うん。スバルキュン。スバルが好きなくせに、なんで隠れてんだ？あなた、何しに来たんですの？仕事が早く終わったからさ。そんなことより、フェスに出たのって、やっぱスバルに近づきたいから。それだけじゃありませんわ。俺の分析によると、あの子を元気づけるためにユニットを組んだ。当たり？そんなことあるわけないでしょ。優勝逃しちまったみたいだな。うん、負けちゃった。負けたのに結構元気じゃん。みんなから元気をもらったから。本当はこっちが元気をあげないといけないのにね。そういう時もあるさ。あるの？アイドルだって落ち込むことくらいあるだろう。たまにはファンから元気をもらったっていいんじゃないか。いいのかな。多分な。もらったものはこれから返していけばいい。ありませんか？二人で？次回、アイカツスターズ迷子のローラ